チャンピオンズカップ2021、10番人気も余裕買い、この法則で万馬券です。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤリュウでございます。本日は5分でわかる外流データ編ということで、チャンピオンズカップ2021をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のチャンピオンズカップ外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のチャンピオンズカップでどのように構想しているのか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のチャンピオンズカップはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちらチャンピオンズカップ2018年の傾向でございます。1着はルヴァンスレーブ、2着はウェスタールンド、3着はサンライズソアでございました。今年は1着のルヴァンスレーブが外球仕上げとなっております。そしてこちらチャンピオンズカップ2019年の傾向でございます。1着はクリストベルル、2着はゴールドドリーム、3着はインティーでございました。この年は1着と2着が外球仕上げとなっております。そしてこちらチャンピオンズカップ2020年の傾向でございます。1着はチューアウィザード、2着はゴールドドリーム、3着はインティーでございました。この年は2着と3着馬が外球仕上げとなっております。チャンピオンズカップ2021で狙うなということで、大きなポイントが見つかりました。マイルチャンピオンシップ南部杯から外球仕上げのパターンでございます。2018年は1番人気で1着、ルヴァンスレーブ、こちらが南部杯1着から山本トレセンで外球仕上げ。2019年は1番人気で2着、ゴールドドリーム、こちらが南部杯3着からノーザンファーム信楽仕上げ。2020年3番人気1着のゴールドリーム、こちらは南部杯6着からノーザンファーム信楽仕上げ。2020年10番人気3着インティ、こちらは南部杯9着からフォレストヒルで外球仕上げとなっております。南部杯の着順は無視してください。外球で変わりますので、今年もご注意ください。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、出走馬が確定いたしましたレース前日に第2手を送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。